夢と現実の狭間ファイナルファンタジー10実況プレイ、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださっている皆さんにお世話になっています。真に祈りの歌を聞かせ、落ち着かせてというか、まあひるませてというか、落ち着かせてから、真を攻撃しようじゃないかという話に作戦になりました。それからキマリはマイカに会いに行くって言ってましたね。ということなんで、まずはマイカ。どうやら次の手が決まったらしいな。はい。どこだろうと。こいつで一飛びだぜ。まあ、ありがたいことにね、この飛空艇で行き先を選ぶと一瞬で移動できるようになるなったので、今回はここですね、グレートブリッジ。いいんだよね。レベルってないから多分ここでしょ。よし、発進だ。マイカに会いに行きましょう。まずはマイカ。ここではシーモアと戦ったんですよね。衛兵がいる。反逆者言うな。面倒なことになりそうだぜ。ブリッジボール当てろ。よくもおめおめと姿を見せたな。エボンの名のもと成敗してやる。だってさ、切りかかれ。売られた喧嘩は買うよ。ぶんどれ。突撃準備。待ちなさい。シェリンだ。懐かしい。監督官殿。あなたたち、ユーナ様に何てことするんですか。ユーナ様が反逆者だというのは、アルベド族が流したデマです。何それ。マイカ様がおっしゃいました。では自分たちはどうすれば。下がってなさい。そうしなさい。さっきの話どういうことさ。あの、本当は私にもよくわからないんです。寺院全体がドタバタ混乱していて、私も昨日突然呼ばれて門営の監督を命じられたんです。人手不足のようだな。はい、はっきり言って寺院はかなり混乱してます。ひどいんです。僧たちがみんなで責任を押し付け合ってるんですよ。もうエボンはどうなってしまうのでしょう。でも他の人が慌てているなら私がしっかりしないとですよね。ユナ様も頑張ってらっしゃるんです。私だって弱音は吐けません。それよっかさ、マイカ総老子に会いたいんだけど、できる？はい、大丈夫だと思います。裁判の場でお待ちください。あ、ちょっと待って。アルベドの流したデマって何さ。気にするな。マイカもユーナに頼るしかないのだ。はあ、そういうことか。虫がいいにも程があるわね。じゃあ説教してやるっすよ。うん、行こう。よし。ただあのシェリンダにね、門の守衛監督官やらせていいのか。今さら何をしろというのだ。早く真を倒せばよかろう。ユーナレスカにまみえ究極召喚を得たのであろう。ノー。ユナレスカに会ったけどさ。私たちで倒しました。なんと。もはや召喚士とガードが究極召喚の犠牲になることはない。1000年の断りを消し去ったというのか、このオータワ獣どもが。何をしたか分かっておるのか。真を沈めるただ一つの方法であったものを。ただ一つなんて決めつけんなよ。新しい方法考えてるの。そのような方法などありはせぬわ。尻尾を巻いて異界に逃げるか。スピラの救いは失われた。もはや破滅は免れえぬ。エボンジュが作り上げた
死の螺旋に落ちゆくのみよ。わしはスピラの終焉を見とうない。終わりにはしません。なあ、エボンジュってユーナレスカ様もおっしゃってたわ。ちょっとじいさん、エボンジュって何なのよ。死せる魂を寄せ集め、鎧に変えてまとうもの。その鎧こそ真に他ならぬ。真はエボンジュを守る鎧。その鎧を打ち破る究極召喚をお前たちが消し去った。誰も倒せぬ。あ、逃げた、異界に。ふざけやがって、好き勝手ほざいて逃げやがった。あの、マイカー総領事は。あの、まだ来ないぞ。いつまで待たせる気だ。変ですね。私、探してきますね。あ、お前、僕の部屋へ来て。はい。誰と話してんだ？ああ、なんでもないよ。祈り子様に会いに行ってきます。なるほどな。バハムートの少年か。いや、いつもお世話になっています。本当にどうもです。なんだ。真を復活させずに倒す方法、わかった？一応さ、エボンジュっていうのが多分、核なんだよね。で、その真っていうのがそのエボンジュを守ってる鎧って言ってたよね、前か総領主が。だから多分そのエボンジュを倒すんだよ。だから真の体内に入り込んでとか、そんな話じゃないの？エボンジュを倒す。エボンジュ倒す。そう、エボンジュを倒せば終わる。ねえ、エボンジュのことどれぐらい知ってる？真が復活する鍵。真という鎧をまとった存在。エボンジュはね、昔召喚師だった。ん？あれほどの召喚師はいない。でも今はただ召喚を続けているだけの存在。悪意も善意もなく、永遠の夢を願っているだけの存在。永遠なんてないのにね。ああ、俺たちが終わらせるからな。分かったよ、エボンジュが何者か。究極召喚で真を倒してもエボンジュは倒せない。エボンジュは究極召喚獣に乗り移って、それを新しい真に作り変えてしまう。エボンジュが乗り移る。そして新しい真に守られて、エボンジュは召喚を続けるんだ。永遠にか。でも君たちが終わらせるから、永遠なんてない。ああ、エボンジュは真の中にいるよ。ねえユーナ、僕たちも協力するから、エボンジュと戦うときは必ず召喚してほしい。君たちの剣や魔法じゃ倒せないと思う。だから読んで。必ずだよ。はい。それから君、すべてが終わったら僕たちは夢見ることをやめる。僕たちの夢は消える。うん、あんたたち長い間頑張ったもんな。ごめん。お疲れさん。僕たちが夢を。何でもない。そんな顔すんなよ。俺たち真を倒せるんだぞ。
もっと嬉しそうな顔しろよ。何か隠してるよね。隠してない。本当に？ティーダ、嘘が下手だ。嘘、下手だね。ジェクトと一緒。エボンジュは先…あの、マイカ総領使がどこにもいらっしゃらないんです。それ、もういいんだ。そうですか。そうだ、歌のこと頼んでもいい？ああ、そうそう。ね、できるだけ大勢の人に伝えてほしいんだけど。はい、何でしょう？空を飛ぶ船が祈りの歌を歌う。それが聞こえたら、みんなも一緒に歌ってください。スピラ中に伝えてくれ。意味が分かりません。何でもいいの、このまま伝えて。空を飛ぶ船が祈りの歌を歌う。それが聞こえたら、みんなも一緒に歌ってください、ですね。それでシンを倒せるかもしれないんだ。本当ですか？はい、すごいです。任せてください、スピラ中に伝えます。セリンダがシンを倒す鍵となるパーソンなんですね。キーパーソンなんですね。おう、いつの間にか飛空艇内に帰ってきた。旅の始めはどうなることかと心配だったが、よくここまで来たな。シンプルおっさんが偉そうなことを言うぜ。何ですか、この集会は何ですか？いつ追っ始めてもいいぜ、シン殿。最終決戦ってやつをよ。熱いね、シドさんは。あ、もうシン行けるんだね。ではですね、シンに行く前のビサイド寺院の方に進んでいきたいと思います。いや、各寺院巡りになるかな。はい、それではご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。